改札口であなたは繋いでた手を離していつも通りじゃねえとまるでまた会えるみたいに愛を知るため人は孤独なのにどうして素直になれないんだろう。あなたが好きだった誰にも言えなかった二人だけが知っていた恋泣かないと決めてたのに抱きしめて髪を撫でたりしないでさよならは言わないままあなたの匂いも優しさもすべて永遠になるから。